はい、山田でございます。えー、お世話になっております。えー、まあね、今年本当にね、あのー、お世,話に <laughs> お世話になりました。えー、また、まあ、初めて聞いた方なんかはまだお世話になってなかったり、お世話されたりないですけども、あのー、まあ、無事、えぇ、ー、29日をもちましてね、営業を終了させていただきました。えー、本当ね、 あのー、まあ、どうなることかっていう <laughs> 思いもあったしね、えー、だし、えー、決して、あのー、なんていうのかな。 うーん手を抜くつもりもなかったし、えー、諦めてはなるものかと。えー、やっぱり好きな仕事だし、えー、しっかりと運営していくっていうことでね、えー、やった一年でございました。まあ、これ、僕、これ、今日聞かなくていい話ですな、ね、この回ね。えー、僕の話ばっかりならね。<laughs> ごめんなさい。えー、でね、まあ、だから、本当ね、気合を入れてたんです。気合が入ってた年でしたね、今年。今年はね、一年目の、 次に気合が入ってた年で,でございました。えー、かなりね、えー、気合を入れて。で、気合が入れると、あ、ちらっと前に話したから、気合入れると大変になるんですよね。し仕事すげえやる、やらなきゃいけないし、真剣にやるしさ。えー、それこそ、まあ、2年目、3年目も一,一生懸命やってましたよ。だけど、えー、心の入れ方を、さらにちゃんと入れてやろうと、あの、決めまして、えー、やった1年でした。で、結構ね、大変だったし、 ええー、まあ、睡眠時間が少ないとかはね、もう慣れてるし別にそれはいいんですけども、まあ、体調悪い時とかね、えー、もうあるじゃないですか、一年営業してたらね。らそれこそね、このメンズエステやり始めてからは、寝込んだってことはないんですけどね。うん、ないかな、今想像するとね。でもやっぱりね、あの、こういう、まぁ、事務員さんとか、あの、お力をお借りしてますけれども、一人の店長が、あの、切り盛りする、 システムのお店だと倒れたりできないんですよね。寝込むっていうのもできないわけ。なのでね、あの、絶対に寝込めない。 絶対にがあの体おかしくならないっていうふうに、まず決めなきゃいけないし、やっぱり弱気だったら風も引くかもしれないしね、山や木からとかも言うじゃないですか。だからこういうパターンの仕事の時っていうのは、絶対にあの倒れられない、えー、寝込んだりできないっていうのは、まず自分の中で決めるんですよね。で、あの、気合を入れてるわけ。この体を壊さないっていう気合は、あの、まず意識の問題ですけど、入れ、 てえー、やるんですがだから、うん、風邪もひかないし、熱も出ないし、そのあのあ、えー、寝込んだこともないっていう感じで来たわけでございます。えー、だからね、まあ、あのー、うち以外というかね、僕と関係のないお店の店長さんとかも気合い入ってるんですよ、実は。だからあなたのお店、要はうち以外の話ね、えー、あなたがもし、えー 現任というか、今、メンゼスのセラピストさんやってるとしたならば、ね、あなたのお店の店長さんえがしっかり関わるお店であればね、店長さんはね、気合い入れてるんですよ、これでも、これでもって言ったら失礼だけど、変にアホ話だったり、陽気な店長さんだったりね、いろんなキャラの店長さんがいるじゃないですか、ヘラヘラしてるような。 雰囲気を出す店長さんもいるでしょうし。だけど、倒れられないっていう気合はみんな入れてるんですよ。なので、あのー、すごくその責任感というか、絶対、だって、自分が倒れたら電話を受けられなかったら、お客様にもセラピストさんにも予約がかかるわけじゃん。えー、セラピストさんが出勤してきて、えー、お客様は予約入ってたらいらっしゃって、でも、電話も出れないような状態だったら、入院だなんだってなったら、もう、それで店崩壊でしょ なんだよってなるじゃないですか。うん。だから、どんな店長さんでも、一人で切り盛りしてる店長さんっていうのは、やっぱりそれだけのその、なんていうのかな、あの、気合い <laughs> 入れて、一年を過ごしてるわけでございます。なのでね、ほんとねさ、さっき言いましたけど、ヘラヘラしてようが、なんか、ちゃんと考えてなさそうであっても、あなたのお店の店長さんって、それだけのその、責任感というかね、あの、思いで、 えー、やられてると思うので、優しくしてあげてくださいね。<laughs> そう、でもそうですよ。だからもう風邪もひかなかったし。うん、あの、ただね、調子悪いが、やっぱ調子悪い時あるじゃないですか。あのー、やべえ、熱出てきたっぽいとかね。それがね、2回ありましてね。それも10月か11月と、あと年末。で、えー、なんとかそれもね、気合で耐えるしかなくて、えー、 で、風邪移しちゃいけないからセラピストさんに会わないようにするなりしてね。で、ぐっとこ,こらえて、ダメだ、ダメだ。絶対風邪ひいちゃダメだ。熱出たらダメだっていうふうに自己暗示をかけて、まあ、やり過ごすんですけど。で、12月はね、ちょっとね、インフルエンザがちょっと、あのー、 近しい存在の方がね、そういうインフルエンザ気味になってしまって、それで僕も体調ずっとあんまりね、若干風邪気味だったじゃないですか、鼻水出たり。やべえ、免疫下がってるから俺もインフルにかかるなと思って。で、28日、あの、うちのセラピストさん知ってるけど、マスクし始めたのは、ちょっとやばかった時だったんです、実は。 インフルじゃない、なかった。結局熱も、その熱測ってないんですけど、えー、高くならなかったっぽいし、あの、ただ、あの、マスクし始めた時は、やべえ、風邪ひいたっぽいって言 <laughs> う時でね、あの、わかると思うんですけど、で28日の夜にね、いや、 でであの体がピクピクしてきてあの、あ、これは俺もひょっとしてみたいに思ったんですけど、なんとかこらえてね。で、29日までだったから、29日までは、えー、絶対風邪ひけないと思ってて、で、あの、29日も結構ね、あの、ちょっと調子悪いなと思ってたんですよ、実は。だけど、なんとかやり過ごして、で、なんとか営業を終えて、30日入ったでしょ。で、30日は、えー、前にちょっと行っ 言いましたけど、えー、その友達とその、平和島協定行ってね、えー、お酒飲むっていう日なんですよ、毎年。で、ね、えー、別に協定に熱くなるとかっていうのはないんだけど、の協定好きの友達だからね、えー、お酒飲みながら、えー、いろんな話をしたりとかして、その後終わって、夕方終わって飲み、居酒屋行くんですけど、もう12時ぐらいで待ち合わせしたんですよね、12時半ぐらいに。で、あの、いやべ、もう調子悪いなと思って、いや 行くのやめようかなと思ったぐらいだったんですよ。だけど、あの、中に、そのダウンの内側に北海道張りまくってね、なんとかでも、せっかくの、ね、休みだし、みたいな。<laughs> 友達とも会いたいしね。で、行ってきたわけですよ。で、あのー、で、調子悪そうにしてマスクもしてったから、友達に移しても嫌だしさ。そしたら、お前酒飲んでは、そんな調子悪いのなら酒飲めよって言われて、それで俺はいつも乗り切ってるぞとかって言われたから、あ <laughs>、まあ、じゃあそうだなと思って、 あの、普通に飲んでたら、えー、なんかスーッと楽になってって、熱が多分下がったんでしょうね。え、あの、結局事なきを得たって。で、今31日だけど、すごく元気。まあ、鼻水,水はまだ出ますけどね。あの、すごく元気っていうね、えー、感じでございます。で、なのでね、あの、病は気からっていうのは本当にあると思っていて、えー、本当ね、世のこういったタイプのお店の店長さんなんかは風すら引けないからね。 で、自分が風邪引いて移しちゃっても営業妨害、じ、時点の営業妨害を自分でしちゃうことにもなるし、すごく気を使ってるんですけど、えー、まあまあ、小話でございます。回数やんなきゃいけないからちょっと我慢して聞いてくださいね。まあ聞いてくださった方、ありがとうございます。